私両角来たんですけど、もうねライトで照らしてくれてるからいいようなものの、バスの明かりの、ね、5時ですもんね、まだこんな暗なるってね、ここにあるけども映ってるかなって、映ってないよなっていうレベルで、まあ、要は五稜郭が両方って言われる、あの星形が金前は角っこが5個あって星形やけど、四稜郭は4個なので四角い形をしてますって、まあ、それだけで五稜郭の補助のために、旧幕府軍がね作ったよっていうところなんですね。さあということで四稜郭、四稜郭も心霊スポット来たみたい。一応入り口があってで、うん、鍵状に、そうここ鍵状にね入って、で広いけど何もないっていうねまあギリ見えますね肉眼ではこう土塁の上、ほんま心霊スポット歩いてるみたいな。ここが先端、先端でここに多分大砲がね、台座、砲座ですね、が置かれて、うん、で浅い堀と土塁と、まあそんなもんなんですけどね。四稜郭、ちょうどね五稜郭の補助できるような位置環境、影というか大鳥圭介が設計をしたかもしれないねって言われてて、五稜郭の補助するためにちょっと高台に作られてて、五稜郭がここから一望できたさで、今はね木があってちょっと見えませんけどね、突貫工事で数日で300名体制で作ったけど建物とかが建てられずに、結果新政府軍が来て数時間で落とされたということだそうですね。四稜郭両方が4つ、中に建物はなくて、まあ、ここが入り口、ちょっと鍵状にねしてるってねことですね。井戸もなかったから、もうほんと不完全なねやつでしたってことですよっと。はいはい、そういうことです。これ見る価値はありますよ。でもね